おはようございます、こんにちは、こんばんは。マジシャンのハッセルです。今日はカード当てマジックをやってみたいと思います。一組のカードをご用意いたしました。どのようなマジックかと言いますと、お客様にこのように隙間とか持ち上げてもらうんですね。そうしましたら一番下のこのカードを見て覚えていただいて、胸に持ってもらいます。この状態でマジシャンはお客様が何を選んだか当てるというマジックです。実際やってみましょう。ちょっと混ぜますね。やってみます。持ち上げます。ちょっと私モニター見ないようにしますね。この状態で当てるんですが、赤いカードですね。マークはダイヤ、いい数字ですね。ダイヤ7。分かりました。もう一度やってみましょう。また赤いカードですね。今度はハートの5。分かりました。もう一度。今度は黒いカードですね。クラブの10。当たりました。このようにマジシャンは簡単に当てることができるというマジックでした。今日はですね、マジシャンの特技をちょっとお見せしたいと思います。カードをご用意いたしました。1枚適当に選んでもらいます。ダイヤの7です。ちょっと分かりやすくです。目印に貼ってきますね。このカードがこの職人のカードのどこにあるかマジシャンが分かるというマジックです。今一番上に置きました。この状態で一番上になるのは誰でも分かりますよね。じゃあ真ん中入れます。これでも真ん中ですから、上から27枚目とかが分かるんですね。ですのでこれを何回もやります。当然これはマジシャンがやらなくてもお客様が全然やって構いません。もうたくさん乗ったり少し乗ったりとかするとものすごく場所が変わります。もうこれで完璧にどこに行くかわからない。これぐらいあれば分かんないですよね。でもマジシャンはこの状態でどこにあるのかっていうのが一目瞭然で分かる。ちなみに今は上から2枚目になります。確認しましょう。上から2枚目ですから、ここですね。これが大変な。もう一度やってみましょう。はい、でもお客さんに好きなようにこうカットしてもらいます。すごいですね。これでもしっかり分かるんですね。まあ、ちなみに上から7枚目になります。確認してみましょう。1、2、3、4、5、6、7枚目が先ほどのカードで使えません。